はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ヤーボー様、ヒカルヒカル様、チカコとタマ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。河野洋平、未だに現役だった売国奴、スパイ活動を一生懸命やってます。洋平が会長の日本国際貿易促進協会メンバー90人と訪中、かなんとか副首相と会談だそうでございます。なんとかなんとか副首相か、短期滞在ビザ免除再開を求めた。今時中国にビザなしで行きたいってお前らだけなんじゃねえの。なんか福島の処理水放出で、ビザ免除だったのがビザありにって、なったんだって。それをビザ免除再開してほしいって言ったらしいんですけど、今時中国に行きたい人なんかいるの？思うんですけどね。世論です。やっと本性隠す気がなくなったのか。っていうか、昔から丸出しじゃねえの。自民党総裁だったくせにさ、元、この傭兵、赤旗のインタビューとか記事載ってんだもん。中共の犬とはまさにこいつのこと。この人露骨すぎて引く。河野一族頑張ってるな。やっぱり河野どこまで行っても売国奴。国賊一家滅べ。中国に3つの子会社がある。日本大使の会長イコール河野洋平、社長河野太郎の弟次郎、河野太郎元取締役で株主と、完全に中国のスパイ。中国絡みの太陽光利権で一族大儲け。河野一族中共の犬って思ってる人が私だけじゃなくて安心した。大体の人が河野一族中共の犬って思ってますよね、これね。87歳なんてまだまだ現役の売国活動してんな、元気だな。日本国際貿易促進協会っていうのは1954年設立された。中国との貿易を促進する会って、中国国際とは書いてあるけど中国だけだそうであります。なんか中国だけが世界じゃねえのにね。だったら日中貿易促進協会っていうのが正しい正確な名前なんじゃねえのかと思うんですけど、洋平は7代会長、6代会長は橋本龍太郎だそうであります。してみっと何年も何年も、変わんないんだな。何十年でもやってられるんだな。中国の短期滞在ビザ免除なんて行かねえから、行かねえから、いらねえ、欲しがってんのこいつらだけですよね。中共に忠誠捧げてる自分らは反スパイ法で逮捕されないって思ってんだろうけど、甘いよねそれね。不破哲三94歳といい、村山富一100歳といい、大物パイはなかなかしぶといですね。なんかね、マウス、年取ったマウスに若いマウスの血液を輸血すと年取ったマウスが若返るんだって。こいつら中国人の若者の血輸血してねえか、たびたび。私がですね、こいつは長生きしそうだなって思ってるのはですね、鳩山由紀夫77歳。悩みなんかねえでしょこの人。頭弱くてさ、悩みなんかねえでしょこの人。蓮舫都知事候補、新宿の LGBT 街宣に参加、東京からレインボーの道を開くと意味不明なことを言ってしまいますね。選挙中の選挙区での政治活動はですね、警察から自粛求められるんですけれども、パヨは法律守らない系なんで自粛なんかは当然しないと。どんだけ警察に逆らえるかを競うようなとこありますからね。世論です。少子化マシグラ、一体何を目指しているのか。投票権ないやつらにアピールしてどうする。赤なのかレインボーなのかはっきりしろ。うまいこと言うな。自ら一般人を遠ざけるスタイル、都民はそんなの求めてんの。いえ結構です。変な団体の支持支援が多くて草、活動家しか喜ばないでしょそんなの。レインボーの道を切り開くって具体的に何するのか全く意味不明なんですけど、まあこんなんでね、そうだそうだと納得して支持するようなね、頭弱い人向けなんですかね。今蓮舫が考えていることはパヨ界でのレベル上げです。一般人にどう思われようが頭が弱いパヨどもに受ければパヨ階層、パヨクラスも上がるというもの。つまり S ランク冒険者を目指してみる。今 C ランクだけどみたいなね。全国のパヨは Z
全員ですね、自分のパヨ回数を上げに毎日必死なんですよ。で、ツイッターで日夜パヨパヨしいことほざくのに励んでると、パヨ回数が上がればですね、宇都宮健児みたいに弁護士会会長にもなれるし、税金の補助金ももらえるし、コラボみたいにね、若宮義文、朝日新聞のように、韓国東西大学の教授になって北京のホテルで編集もできると、若宮って韓国語ペラペラなんですね。韓国メディアの取材には韓国語で答えてたってウィキに書いたとびっくりしました。在日韓国人のことを同胞って言ってたらしい。これは知んなかったな。まあパヨ階層を上げるためには手段を選ばないと、パヨ階層、パヨパヤしいこと言ってパヨ活動して、パヨパヤしいこと言ってると、東大の臨時教授にもなれるし、あとはなんだかわかんない人文系の大学で、教えられるし、テレビにも出れますね、三文字あたり。こういうねパヨのご褒美っていうものが存在するんで、全国のパヨでも日夜パヨ回数を上げるためレベル上げに必死であります。辺野古基地工事の妨害してた無職72歳女性に巻き込まれ、40代警備員の宇佐美義和さんがダンプに引かれて死亡した事件について、この女性が所属する団体、危険な行為ではないという認識だ。あえて飛び出したわけではない。警備員の合図に問題があったのは明らかだ。これまで6年間事故はなかった。要するに俺らは悪くないって言ってるみたいなんですよね。世論です。人死んでんでんでぜ。人死んでんねんで、言いづらい。殺人市民団体、せめて人として言うべきことがあると思う。まずは亡くなった警備員に謝れ。危険なことを知ってなくてなんで人が死ぬんだ、これ本当に許せんわ。人殺しのゲス野郎どもが、警備員が亡くなってそれを警備のせいにするとは、人間ここまでクズになれるものなんだな。あえてじゃなく飛び出したならなおさら危険じゃん。その理屈だと全ての犯罪が許されるな。わざとじゃないからセーフみたいな理屈ですか。監視カメラに残ってるって話だな。密室の声による殺人で起訴されるかもよ。謝ったら負けの団体は自制しないな。工事の邪魔をしといてよく言えるな。ほんと頭湧いとるわ。パヨは人殺しが平気。無職72歳女性とあるが、こいつらこれが仕事であって無職ではないんですね。実は原因となった女性の氏名が報道されないのはおかしくないか。沖縄のメディアに期待するのもなんですけどね。警備のせいわざとじゃないって言い訳ばっかで、宇佐美さんへのツイートや書類は一切なしと、活動家が何の罪もないね一般人を死なせた事件なんだから、もっと全国報道すべきなんですけど、産経以外は無視してますね。この団体恥知らずにも、今日もせっせと工事の妨害してんですかね。それとも妨害は止まってるんだろうか。さすがにね、妨害者入れないように囲うとか対策したんでしょうね。再発防止のこういうのは業務妨害罪で、逮捕されないのはですね、デニー中の圧力のせいで、間接的にデニーを人殺しってことでいいですね。今度デニー見かけたら人殺しって言ってもいいんじゃないですか。今日の単身です。インフレ対策として米国が長期金利を上げた影響で1ドル161円後半になり、37年ぶりの円安水準になりました。インフレの場合はですね、金よりも物の方が価値が高くなるっていう現象でして、そうすると預金金利とか上げてですね、あんまりお金使わないで貯金しなよっていうのを促すために金利高くなりますね。デフレの時は逆で、日本はずっとゼロ金利にやってましたね。金使えよっていうことで金利下げ、円安は国益と信じる私にはいいニュースですね。国産小麦や国際大豆の大復活、外国人労働者が来なくなるなどの利点がありますね。ガソリンなどの輸入品が高くなるデメリットもあります。37年前って1987年ですね。1987年の出来事としては、1月学生が天安門広場でデモ、3月アップルがマッキントッシュ2販売、7月世界人口が50億人突破、今80億人でしたっけ、ルドルフ・ヘスが刑務所内で自殺、
。10月ニューヨーク市場大暴落、ブラックマンデー開始。11月キムヒョンヒによる大韓航空爆破事件。12月ゴルバチョフ書記長、訪米。この頃はまだソ連だったんだな。経済的にはあのバブルが始まった頃ですね。1987年、皆様はおいくつぐらいでしたでしょうか。日経平均株価が一時4万円を突破、今年4月以来3ヶ月ぶりだそうであります。景気いいのかって思うのは総計ですね。ドル換算すると同じだったりするんですよね、これね。円安イコールドル高なので外国人株主はですね、割安に思える日本株買いますから、そのせいで上がってんじゃないかな。ロシア系ハッカーブラックスーツに情報を盗まれた角川、7月1日までに支払わなかったらしく追加で情報公開されてしまう。現在流出している情報は以下の通り。エッジミン何のこと、 V 何のことの電話番号および LINE 検索で顔や学校特定。検問面何のこと、安倍晋三後援会の口座を発見し寄付開始。 N 校何のこと、俺名簿流出の疑い。00年代に履歴書を送った人の履歴流出の疑い。これあのドワンゴじゃない、あの角川に就職のためにあの応募で履歴書を送った人、らしいです。社員の扶養状況、家族流出の疑い。個人視聴履歴クレカは確認されず。私あのニコニコに2000本近い動画上げてるんですけど、どうなってんだろうな。大阪市北区、婚姻届提出の住民に脈々目を飛ばしを進呈しキモいと評判に。画像を見ましたが、あのメルカリに出したら物好きが買いそう。もしかしたらあの何年後かにはプレミアついてるかもしれないですね。ベルサイユのバラ完全新作の劇場映画制作中、来年春の公開予定。日本よりあのフランスで人気があってですね、これを史実と、信じる人が多くてですね、教科書にすべきであるとか義務教育で教えるべきっていう声も高くて、知らないフランス人いないそうであります。ベルバラ見てないフランス人も、あまりいないんだろうな。これがあの史実、事実と信じたフランス人の子供がですね、オスカルが架空の人物と知りショックを受けるのがデフォルトだそうであります。気がついたんですけど、あの断層の霊人で、設定はリボンの騎士が参考になったんでしょうかね。手塚治虫の、教えて、池田理代子さん参考にしましたとかしませんでしたとかでもいいですけど、そういえばあの断層の霊人って、宝塚歌劇団ってベルバラより早いよね。100年近いあの歴史ありますよね。違ったっけ、そんなにないっけ、忘れちゃいましたけれども、というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。